うーし、アルテマンです。さあ、今日の動画はバトリア杯の裏技を教えますという動画になります。現在ですね、時刻が、2024年7月27日の、朝の5時ということで、これがね、バトリア杯の裏技のうちの一つということになります。どのような裏技なのか早速見ていただきたいと思います。ということで、現在5時です、ね、右の時計をご覧いただければ分かる通りなんですが、バトリア杯のですね、裏技っていうのはこれなんですね。まあ、ちょっと1時間ね、本当はね4時に起きなきゃいけないんですよ。ちょっと1時間遅刻しちゃってるんですけど、この時間帯にですねログインすると、ご覧のように、真ん中の方だけが、ちょっとね、最新のモンスターいるんですけど、スキルがですね、ちょっと控えめな編成なんですね。で、これおそらくですね、レジェンドアリーナとかサバイバルアリーナでよく聞く NPC チャレンジと呼ばれるものの一種なのかなっていうふうに思っていて、でこれ4時に起きるとですね、もっと多分弱い敵が出てきてくれるんだと思うんですよ。なんですが、ちょっとね、今回のバトリア杯については、ちょっと寝坊してしまいまして、5時でね、始めてるんですが、なんとかね、運よく、楽に抱えるというか、ちょっと失礼なんですが、あっと、まひってるけど、これはちょっと大丈夫なのか大丈夫なのか大丈夫だよな。ちょっと、こういうことが起きちゃうと、闘技場ね、何が起きるかわかんないんで、非常にちょっとスリリングなんですが、相手が使ってくるスキルも、最小限とかなんで、これは大丈夫そうですね。で、ちょっと話をね、元に戻しますと、このね、バトリア杯の、トロフィーをもらう裏技としてね、日付変更のね、星ドラのアプリの日付変更が、午前4時ですよね。なんで、その午前4時になるべく近い段階で、4時1分とかね、それこそ4時ちょうどとかに、ログインしておくと、最後のね、28、29、30戦目っていうのが、割と弱くなる。28戦目はね、前日に仕込んでおくものなので、28戦目についてはね、そこまで苦労はしないんですけど、29、30戦目について極力4時近くでログインしてゲームをね始めると、ご覧のような、敵が出てきますよという裏技でございます、ね、でもこれは 100% じゃないです。何回かあったんですけど、4時に起きてログインしてやった時に、普通に強い敵出てきたわ、じゃあ普通に正攻法で勝つかっていうね感じでね。で、これね、30戦目の相手なんですけど、これスキル何も入ってません。種もまばらと。で、こっちもスキルは入ってるんですけれども、割と控えめ。ただし、種はね、マックスと。で、最後が、ちょっとスパキラいると怖いし、これも種マックスなんですけど、スキルも控えめ。ただ、ちょっとスパキラいるんで、今ね、スパキラで押されることってほぼないと思うんですけど、一応避けて、打点が少ない相手をちょっと選んで、行くと。いうことでね。こんな感じですかね。これはもう、相手の打点が、そもそもこっちもね、水の精霊、いますし、どうやってもね、ヒットポイント削りきれないので、選択した時点で勝ち確っていうね、さすがに闘技場何が起きるかわからんとはいえども、さすがにこれでね、まくられることはないでしょうということだと思うんですが、一応ね、本当にまだね、歯茎見せるの早いんで、相手が全員倒れてからね、歯茎を見せていこうよという話なんですよ。割と
最近のね闘技場一戦一戦かなり時間長くなってきましたんで、でこれ今ね、時間がもう5時10分なんですよね。5時10分だからちょっともしかするとね、始めた時間によっては、強い敵が出てきてしまうという可能性もありえますんで、まあ、この裏技とは言うものの、まあ、そこまでね、頼りにせず、まあ、決まったらいいやぐらいのノリでね試していただけるといいかなと。まあ、早起きはね3問の得なんて言いますし、そういった部分でご参考いただければと思います。とりあえずこれでね、ここで初めて歯茎を出すということになっていくんじゃないかと思いますね。これで、はい、バトリア杯30勝達成と、で解禁賞も達成と、そしてバッチゲット、ありがとうございます。ということで、バトリア杯のね裏技ご覧いただきました。まあ、ここまですんのかよって思う方もねいるかもしれませんが、するんだよするんですよ、ね、だってね、トロフィー欲しいじゃないですか。ちなみに、自分が今トロフィー何本あるんですかっていう話なんですが、ちょっとね自分のトロフィーの所持数忘れてしまったので、まあ、ここで呼び出してみたいと思うんですが、現在自分が、まあ、これ獲得後のトロフィーの数がこれ38ですかね、38トロフィー、もらってるということで、あれ3回落としてんのかな、確か3回落としてて、でこれがねこういうシステムが発表される前までは実は全勝だったんですよね。で何回か前のバトリア杯でなんかもう信じられないぐらい事故り方をして、マジかよってなって、ああもう全勝じゃなくなっちゃったからもういっかって思って、次のバトリア杯もう、まあ、全然ちょっと朝5時とかに起きずに適当に、まあ、これね勝てるやろって言って喋ってやったら、またとんでもない事故り方をして、ここでまああれよあれよというか負けてしまいました。なので結構ねその昔のバトリア杯は、まあ、第3回までのバトリア杯はもう全部が それこそレジェンドアリーナ級クラスの敵が毎回のように出てきて、かつ、相手で素早さボーナスっていうね、まあ、制度、昔の素早さボーナスっていう制度はランダムで発動して、で相手の CT がなんかちょっと純粋、相手全員に純粋がオプションでついてしまうぐらいの勢いだったんですが、それでもね相手に素早さボーナス取られても勝つパーティー組むんだよって言って、組んでました。まあ、めちゃくちゃきつかったんですけど、まあ、多分まあ、全勝をね、飾ることもねすごくすごいんですけど、まあ、多分第1回第2回第3回ぐらいかなまでのバトリア杯のバッジを持ってた方が多分ねすごいと思うんですよね、貴重な、うん、っていう部分があるのでね、ぜひ、まあ、ね私も、第1回第2回第3回のバトリア杯のバッジ持ってるよっていう方はね、ぜひねコメント欄で、自慢していただければと思います。ということで、今回の動画は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。